皆さんは環境の最果てへと追いやられたあのカードを覚えているだろうか。かくいう私は忘れてました。お前が忘れちゃダメだろ。そんな最果てのムクロに、実は相棒となるカードが追加されてました。近接の腕、ニコラ、無限リソースで墓地ために貢献しながら、捨て札を消費しないようにすることで、最果てのムクロのファンファーレで大量のスケルトンを手札で燃やすことができるため、最果てのムクロとの相性は抜群。しかも最果てのムクロはネクロマンスを使わないため、ニコラから手札に加わる近接の一撃とも相性がいいですし、まさに最果ての右腕と呼べる存在ですね。他にももう一枚の無限リソースの次と対応も採用することにより、手札が減らず、並び立つ墓がなくても8から9ターン目には、最果てのムクロの効果が起動しやすくなってるぜ。今回はこのニコラの右腕で、対戦相手を環境の最果てへと招待してあげましょう。何その悪質な招待状。最果てのムクロはスタン落ちしてませんよっと。霊夢です。滅殺のホニャララさんはどっか行っちまったけどな。マリサだぜ。そんなカードはなかった。いいね、この扱いである。てっきり最果てのムクロも並び立つ墓がスタン落ちしたから、実質使えなくなったものだと思っていたが、ニコラがここまで最果てのムクロと相性いいとは思いませんでしたね。最果てのムクロは他のカードと違ってネクロマンスを消費しないので、溜まった墓地を近接の一撃に使うことができるのか。ただしネクロマンスを使ってしまうと、最果てのムクロの効果を発動するための墓地がなくなってしまうので、近接の一撃を使うと時はリーサルが狙える時だけ使うようにしましょう。最果てのムクロからの近接の一撃が理想だな。とまあニコラと最果てのムクロの解説はここら辺にして、マリガンの解説からしていきますか。基本的に狙うのはニコラなんだよな。このデッキのフィニッシャーであると同時にドローソースがかなり減ってしまったネクロにとって無限リソースはかなり大切ですからね。ニコラがない時は基本的に全マリガンがいいと思います。ただ月と太陽も無限リソースであると同時に一度使うだけで墓地が2枚増えるから、ニコラがない時はキープしておくのもありだと思うぜ。とりあえず今回はニコラも引けてますし、最果てのムクロも手札にあるので理想の手札に近いですね。ただし最果てのムクロがいるからって墓地も溜まってないのに出したりすると2枚目が引けなくて勝てないってこともあるから、最果てのムクロを出すときは墓地が30枚になるときだけだぜ。録画のときそれで負けたとか言っちゃダメですよ。うん、今お前が全部言ったけどな。と相手はリーチェのネメシスか。くっそ、こっちは必死に墓地溜めてやっと全体6点だっていうのに、相手はサクッと全体10点飛ばしてくるとか理不尽ですよ。これが環境のトップと最果ての差だな。でも逆に考えましょう。環境の最果てに負けたら、そいつは実質最果ての最果てなのでは。発想がバカすぎる。お前あれだろ、大会とかで優勝したやつに勝ったら実質優勝とか言ってたやつだろ。聞く、そそそいなせこい考え方するわけないじゃないですか。それより盤面見ていきましょう。盤面、まあいいだろう。と言っても今回の勝負はこちらが先に墓地を貯めるか、相手が先に黒のアーティファクトを置くかの勝負だからな。それにこちらは最果てのムクロと近接の一撃だけでは16点なので、途中でどうにかしてダメージを与えておかないといけませんね。そのためのバジェットだろ。このデッキは基本的に1枚で2枚以上墓地が貯まるカードが採用されてるが、その分カードパワーが落ちる。その穴をネクロマンスを使わずに盤面取りつつ展開もできる。バジェットをうまく使っていくとランダム要素はあるものの、基本的にどれが来ても合計スタッツで見れば強いからな。エンハンスでコストに合わせて使えるっていうのも強いですよね。盤面を取った後はスケルトンプリンスだったり黄金の棺もチョイスしやすくなるしな。相手はもう白のアーティファクトを出してきましたか。このままだと黒のアーティファクトとかいう破壊されない上に毎ターン10ダメージの最果てのムクロの完全上位互換に負けるぞ。やめて。確かに破壊耐性もあってダメージでも負けてるけど、こっちにはフォロワーだから攻撃できるとか、リーチェナと違って4ターン目に引かなくてもいいとか、いいところはいっぱいあるから、お願いだから完全上位互換とか言わないで。わかったわかったわかった、私が悪かったからちょっと落ち着け。マリサもわかってくれましたか。この試合で勝てば最果てのムクロは実質リーチェナの上位互換ですよね。いやそれはわかんないわ。というか盤面一瞬で返されたんですけど、これは辛い。4コストで10点 AOE とかほんといい加減にしろよ。ただまあこっちもだいぶ墓地が溜まってきたし、相手が黒のアーティファクトを出してくる前に最果てのムクロを出してやろうぜ。ここで展開して次のターンに最果てのムクロのファンファーレで墓地30枚いそうですね。ニコラから近接の一撃も手札に加わるしな。あとはいかに相手に黒のアーティファクトを置かせないようにするかですね。ここは少しでも人形で取られづらくするためにアマテラスを置いておきましょう。近接の一撃で10点飛ばせるからつくよりでも良かった気もするが、人形で取られづらくなってアマテラスが生き残れば2点与えられるので、まあ諸説あるってやつですね。問題があるとすれば、ネメシスには消滅カードが結構あるから、他のフォロワーが消滅させられて墓地が30枚たまらないパターンだな。ここまで来てさすがにそれはないと祈りたい。そもそもこれだけ展開しておけば黒のアーティファクトを置く余裕もないでしょう。近接の一撃があるのは相手もわかってるから、ここでフォロワーを残せばリーサルになりかねんからな。少なくともこのターンは全力で除去に回ってくるだろう。まさかのギルメリーゼですか。人形と合わせるために入れていたのか。しかしこのドレインのせいで一気にリーサルラインが遠
顔の来ましたね。その分墓地も溜まって、最果てのムクロの効果が発動するようになったからいいじゃねえか。それもそうですね。それでは環境の最果ての下克上と行きましょう。さらに最果てのおかわりも入ります。まずは墓地と手札を増やすために相打ちですね。これで墓地が21枚、手札が9枚、最果てのムクロからスケルトンが10枚手札に加わるので、ぴったりかっちり墓地が30枚、これで最果てのムクロの効果発動の条件が満たせたな。近接の一撃で10点も出せます。最果てのムクロの効果がネクロマンスを消費しないっていうのが、近接の一撃とめちゃくちゃ相性いいな。最果てのムクロでフォロワーとリーダーに6点飛ばした後に、近接の一撃で10点バーンが与えれますからね。しかもニコラから近接の一撃が2枚手に入っていれば、10PP で一気に14点与えられるから2ターンで20点も狙えるのか。墓地さえ溜まってしまえば後半の爆発力はかなりのものですし、今みたいにおかわり最果てなんかが決まった時は最高ですね。昔のメイクへの道みたいだな。これで最果てのムクロがリーチェナの上位互換ってことが証明されたわけではないが、相手のリタイアで無事勝利。それでは次の試合に行きましょう。では2戦目の方もやっていきましょう。対戦相手はエルフ。このデッキには AOE が最果てのムクロしか入っていないので、相手の横展開をいかに処理していくかが大切になってきそうですね。とりあえず一番大切なニコラは引けたみたいだな。やっぱ序盤にニコラが引けてるか引けてないかでかなり墓地の溜まり方が変わってきますからね。あとはこのデッキにはリアニメイト2のカードが多く採用されてるから、それらでいかにニコラを量産していくかも大切だな。ニコラが1枚しかない時なんかは、あえて他のニコスタを温存しといて、ニコラを確定でリアニメイトさせておくのもありです。少なくとも手札に2枚くらいはニコラを持っておきたいよな。2枚あればそれだけ近接も手に入って、リーサル手段も豊富になりますね。あんまり多すぎても手札を圧迫するだけになるから、リアニメイトのしすぎには注意しとけよ。手札の圧迫で肝心の最果てのムクロが、手札で燃えたりしたらシャレになりませんからね。お前ならやりかねないからほんと気をつけろよ。っていうか気がついたら3枚も手札に捨てるじゃねえか。次のターンにイビルコピン使えば夢の4カードですね。無限リソース4枚はさすがにいらないだろ。無限リソースは手札が減らないという反面、手札が多い時は逆に消費ができなくてドローの妨げになったりするからな。ニコラや月と太陽の使い方には気をつけろよな。まあ見てろってネイジブルガリアヨーグルト、これでトリプルニコラの完成ですよとの話聞いてた。ニコラ使いすぎると手札溢れるって説明したばっかだろ。と言っても次のターン全除去されても手札8枚ですし、まだ手札が溢れることはないから大丈夫ですよ。後々後悔しても知らないからな。ここで相手が出してきたのは新カードのカーバンクルですか。こいつがデッキに加えるカーバンクルのきらめきは 1PP で進化権を回復しつつドローもできるっていうかなり強力なカードだから、のんびりしてると進化権の差で万年取られて負けるぞ。そうなる前にさっさと墓地貯めていきたいですね。あと未だに最果てのムクロも引けていないので、そこが若干不安といったところでしょうか。こればっかりは運だからな。ところでマリさん、なんだ手札が溢れそうでやばいです。だからさっきあれほど忠告したじゃねえか。だってニコラに続いてイビルコピンまで3枚引くなんて思わないじゃないですか。自分のポーカー力をちょっとは自覚しろ。イビルコピンが3枚出せばリアニメイトでニコラが出てくるので、ニコラで6カードが組めますね。ポーカーでもそんな役はないわ。少なくともこれから毎ターン手札を消費するカードを使っていかないといけないから、実質使えるのは黄金の棺とベゼットだけか。そういえば説明を忘れていましたが、実は黄金の棺は墓地肥やしという点で見るとかなり優秀なカードなんですよね。というと、まず2コストで簡単に墓地を2枚増やせる上に、場合によってチョイスを使えば5コストでリッチとゾンビを出しながら、合計で墓地を3枚、隠された財宝でも同じく墓地を3枚増やせるという、場面によって使い分けができるっていうのがかなり強いですね。基本的にはフォロワーが出てくる近畿の復活をチョイスすることが多いけどな。今出したスケルトンプリンスも1枚で墓地を4枚増やすことができたりと、このデッキにはワンプレイで墓地を2枚以上、多ければ4枚増やすことができるカードがほとんどなので、意外と墓地を貯めるスピードは速いんですよね。なるほどな。スケルトンプリンスなんかはラストワードでは墓地も良くて普通に強いしな。っていうかこの盤面ヤバくないか。リメイクされた国の3人がめっちゃ暴れてますね。手札に相手のイブを取れるフォロワーいないし、この盤面取り返すの無理なんて、と思うでしょ。実はあのフォロワーを簡単に取る方法があるんですよ。おい、まさか、ベゼットで必殺引けばいいじゃない。結局インダノリかよ。これは2体目も守護が出るパターンだな。強いプレイヤーっていうのはね、必体カードを必体時に引くもんですよ。どやー。うぜぇ。っていうかお前が必体カード引けるって言うんだったら、今の手札で2人つつあるニコラとエビルコピンも引ったって引いたわけだ。桃ももちろんですよ。ウソックの下手くそか。何はともあれあの盤面を進化剣一つで返せたっていうのは、やっぱベゼット強いな。運に左右されて弱いと思われがちですが、基本的に何が出てきても強いですからね。若干
疾走ドレインがスタッチ低く使いづらいくらいか。ただこれは相手の突進にうまく取られちゃいましたか。自利品の戦いが続いてるな。お互い盤面取っては取られてを繰り返してますね。そうなってくるとデッキにカーバンクルのきらめきがある相手が有利か。さあいよいよ手札で使えるカードがなくなってきたのでなんとか消費していきたいところ。ここで下手に金鉄の一撃を手札に加えたら最悪ドローカードが燃えるからな。相手の攻撃力の低い方のニコラを選択ですね。とはいえそろそろネクロマンスも20溜まりそうですし、もう少しリーダーの体力を削れば金鉄の2撃でリーサルも狙えるかもしれません。金鉄の一撃連打を金鉄の2撃っていうのやめない。そっちの方がなんかかっこいいじゃないですか。理由が雑すぎる。ただここでリッチが生き残れば金鉄の一撃を2回でリーサルになるのも確かだな。金鉄の2撃は 10PP で14点飛ばせますからね。もう手札のことは気にせずに次のターンはニコラを出して金鉄の一撃を手札に加えておきましょう。ちょうど攻撃力4のニコラも2体いるしな。残った PP で除去すればさすがにこっちの勝ちだろ。1ターンで14点はやっぱ破格のバースト力ですね。ネクロマンスを使わないこのデッキではネクロマンス20も意外とすぐ溜まるしな。最果てのムクロがつけてなくてもリーサルが狙えるっていうのはこのデッキの大きな特徴の一つです。今までの最果てのムクロデッキは最果てのムクロがつけないと勝ち筋がほとんどなかったからな。デッキに勝ち筋が2つあってお互いに邪魔し合わないっていうのは強いですよね。というわけで金鉄の一撃に回こと金鉄の2撃で無事勝利ですね。トリッキーなデッキで使っててかなり面白いのでぜひ皆さんも一度作ってみてください。いつものデッキ紹介だぜ。ご視聴ありがとうございました。